どうもフロゼロと申します。本日は百獣海賊団ブラックマリア使っていこうかなと思います。まあマリアを使うっていうのもそうなんですけれども、こちらのね、サウザンドサニー号メダルっていう今誰でも入手することができるメダルなんですけれども、 30% の確率で、スキル値 3% 短縮、まあ通常攻撃限定ではあるんですけれども、このマリアね、スキル1だとか、あとはスキル2で行動不能状態の蜘蛛の糸状態っていうのを付与することができるんで、まあ特性だったりだとか、その今言った、メダルとかを利用してスキル1をガンガン短縮して、まあ旗を守っていこうみたいな、そういったキャラになっております。蜘蛛ちょっとでかいよねこれ、ちょっと待って、あーこうだね、うん、あとはまあ通常攻撃で与えるダメージとか増加するっていう場合もあるんで、まあセラフィムが攻めてくることはあんまりないんですけれども、まあそういうところもね一応刺さっているのかなと思います。ロジャーはちょっとしんどいんですけれども、まあまあまあ工場の中では強い方なんじゃないかなって思っております。はい、それでは早速やっていきましょうか。どうぞ。はい、じゃあね、今回はブラックマリア使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。馬車を逃がしますステージですね。いやこれ初手担当いけんよね。はいはいはい、うわーごめん潰れてきちゃった。5555555で、ここは私やられてもいいんで、とりあえずスキル1貼っちゃいましょうかね。はいちょっと待ってよ、3ディフェンダーなんで、必ずや取りたいところ。よし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 、いいぞナイス。いやちょっとルフィめ、待てよ、絶対真ん中は取らなければいけない。いやーちょっと厄介だな。一発二発の三発、はいはい、5555555、よし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 。で今回メリーゴーメダルっていう通常攻撃、ちょっとも通常攻撃でダメージを与えた時に、スキル2が 30% の確率で短縮されるっていうようなメダルをつけておりますんで、こんな風にねマリアは、通常攻撃使う場面も結構多いんで、うまい感じにね、戦うこともできんじゃないかなっていう風に思っております。いや待てよ、 D 地点の方をために行きましょうか。よし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 、いいね。いやいい感じですよね、やっぱりこのキャラクター結構好きなんですけれどもね自分は。まあ今の環境はちょっと難しい部分もあるんで、そこは要注意なんですが、ロジャー来るな。いやどうするか、ここは引っ張ってくるか、ここ、あー下手くそ、何やってんだよ、やばい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 な。待てよ、真ん中がまずい、これはまずい。いやもうしゃあねえ、だったら B 地点の方行こう。いや大丈夫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 ではないけど、じゃあ B 地点の方行っといて、やっぱりシールドスキルっていうのは攻めにも一応使えるんで、ああ 150% あったか、150% あったか。いやまあ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 、とりあえずじゃあここにシールド貼っといて、はいはい、で握っちゃいましょうか。いやここ取れんかなあ、よし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 。いや誰かヘルプ来てほしいけど、まあでもさすがにしんどいわね。ジャスト回避からの、マジか。いやどうしよう、いやちょっと待って、ブースト中はさすがにしんどいんですが、これスキル1たまんないかな。いや待てよ、ちょっと待てよ、ここじゃあ行き止まりや貼っといて、はいはい、一発二発こんな風に通常攻撃打つと、たまるっちゃたまるんですけれども、いやしんどいな。はいはい、どうしよう、やられてもいいな、もうこれゲッターに変化してもいい気するんですけれどもね。はい、おー、ラッキー。じゃあここスキル2打っといて、ここスキル1貼っときます。一発二発、一発二発の三発、よし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 、ここ取れるか。いやでもシールドあったら結構取れると思うんですけれどもね。裏取り中、私が見ろってことかなこれ。いや大丈夫だよね。じゃあよろしくスタンプ押しといて、ここはもう任せよう。でもこれはもろたでしょ。いやいけるはず、ラグナラクで飛んできても、いやもう 150%。 いやーまあ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 、ラッキーな感じはすごいするんですけれども、まあまあまあ、ナイスですね、ありがとうございました。じゃあね、2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所は鬼ヶ島ステージ再びですね。ああその取りたいか。だったらじゃあ自分は C 地点の方行っといて、いやーどうするかな、ここ譲ることなっちゃうな。まあじゃあとりあえずここシールド貼っといて、はい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 、一発二発、ここスキル2、引っ張っといて通常攻撃で、ダメージを与えといて、スキル1をね、短縮していきましょうということで、じゃあこれもう一回スキル1貼っちゃうか。はいはい、一発、痛い、あれ裏取られてんのか、まあまあまあいいや。真ん中取り返せばなんとかなるということでね。あれ解除されちゃってるか。いやどうしようかな、そうなってくるとちょっと話は変わってくるんですが、一発二発の、もうこれ三発まで撃っちゃいましょうか。一発二発の三発、はい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 、いやちょっと邪魔、もう雲がさちょっと見えない。まあじゃあ D 地点の、おおやばいやつ連れてこないでよ。はいはい、じゃあここちょっとやばい、いや最悪、待った、もう待った
高い。いや、とりあえず落としときたいところですが、一発、一発、二発、ここスキル2、はいはいはい、KO できます。で、リーチ戦の方行っちゃいましょうか。真ん中は多分2回いるんでなんとかなるということでね、ここ取り切っちゃいましょうか。で、まあ、スキル1で B 地点行ってって感じだね。これ B 地点行けるかな？行かないよね。うん、こんだけ離れてたらまあ行けるでしょうという。ああ、OKOKOK。で、こっちの方も取っちゃっといて、いやー、どうするかな。まあ、このまま A 地点の方行ってもいいんですけど、まあ、スキル1は使わんくっていいよね。はいはい、一発。あ、やばい。おー、危ねえ、耐えた。じゃあそこはルフィに任せといて、H の方取っちゃいましょうか。はい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 、大丈夫大丈夫。もうこ、じゃあ最後はマリアで仕上げということでね、仕上げはマリア姉さんということで、B 地点かな、奥の方行きましょうか。 C は多分大丈夫なんだけど、結構怖いな、攻めてる方多いから。いや、どうするか。いや、もうここは C 守ろう。C にこっちの行き止まりや貼っといて、攻撃してくんないかな、シャンクス。D はもう味方さんに任せようか。はいはい。いいね。はい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 。で、ここスキルに打っちゃいいの。1発2発の3発。あー、マジか、落とせんか。いや、裏取られたか。マジか、どうしよう。C 地点。いやまあこれは負けだな。いやー、マジか。取れるかな、これ、ワンチャン。無理？いやー、まあ、しゃあないね、これは。ありがとうございました。はい、じゃあね、ラステっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はまた鬼ヶ島ステージですね。なんかあんまりサニー号メダルの恩恵を感じない気するんですけれども、まあいいでしょうということでね。はい、ナイスカムサリ。ここじゃあスキル1貼っちゃいましょうかね。ガンマナイフで飛べるなら飛んでみな。あ、やべ、大丈夫かな。じゃあここ引っ張っていこうよか。はいはい、引っ張っといて、一発二発。一発二発の三発のナイス。いいね。ちょっとさ、これ、このさ、雲のせいでさ、反転でかくなってません？やばい。おめえ。一発二発の三発。はい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 。一発二発の三発。いいね。もうちょい雲コンパクトにしてほしいんですけれどもね。まあ、それはもういいとして、どうするか。B 地点が危ないのかな、これは。あ、でも2かだったら大丈夫でしょう。E 地点の援助行きましょうかね。はい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 。こっちの援助行っといて、ここ引っ張ってきといて。あー、そうか。まあ、しゃあないね。じゃあスキル1だけここ貼っといて、どうしようかな。まあ、なんとかなると思うんですが、はい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 。おー、回避判定結構遅いな。一発二発の三発。さあ、飛び込んできなさい。オッケー。いいね。はい、じゃあ行き止まりや貼っときの一発二発の三発、ナイス。あれ裏、まあ、いいでしょ、いいでしょ。はいはいはい、ちょっとシールド、まあ、もうちょっとね、文句は良くないということで、はいはいはい、大丈夫大丈夫。一発二発の通常攻撃が多段なんでね、こんな風に一応、封じることはできますということで、いや、痛いな。いやー、まあ、じゃあこっちの C の方に、スキル1貼っといて、一発二発三発まで打ち切っちゃいます。 A 地点の方一旦戻ろうか。これはまずいな。はいはい、うわー、まあ、ルフィだね、この状況は。さすがに、じゃあ B 地点の方、あー、親父やられちゃってる。ここ2人に当てといて、どうするかな。ここニカに任せるか。ニカに任せて自分は D かな。うん、そうだね。はいはい、D 地点の方行っといて、どうするかな、真ん中取られるか、あれは。いやー、しんどいな、まあそうなると。いやー、まあ、しゃあないな。はいはい、じゃあここだけ取っといて、はいはい、通常合わせしたかったけど無敵やんのか。いやー、どうしよう。真ん中、守れるかな、ちょっと不安ではありますが。いや、でもこっちも不安なんですよね。正直、取られる可能性の方が高い気するんで、一発二発の三発打ち切っちゃう。いや、そうなんだよな。いや、どうしよう。ここじゃあ、スキル1打っといて、はいはいはい、ここ2人で取り切っちゃいいの。はいはい、ナイス。で、最後、スキル2、やばいか。